皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスやっていきましょう。次のランクまで3305まで来ました。今回は前回に引き続き特別な依頼を受けていきたいと思います。ということでまずは記録してトップメニューへ、さあ行きましょう。不思議なメール、パスワードを入れていこうと思います。間違えた。で前回4つ受けたんですが、今回も4つ受けていこうと思います。まずムーマからの特別な依頼です。ムーマは持っていたかどうか忘れたんですけど、なんかアイア遺跡とかそういうところに出てきそうな気がします。場所はどこなのでしょう。あと今までのポケモンは全部迷子になってる感じなんですけど、この子も迷子なのかなっていうのもね、確認しようと思います。あ、迷子じゃなかった群青の洞窟、地下14階にいるみたいです。誰でもいいから驚かそうと思ってたのに、誰も近くを通ってくれないよってことは、驚かせられる役になっちゃうのかな。はい、じゃあ1個目、ムーマの依頼を受けました。次はロゼリアからの依頼です。ロゼリアは出会ったことあったかな、なんかなかったかもしれないですね。いるとしたらどこだったんでしょう。普通にダンジョン内のどこかにはいるんだと思うんですけど、多分私出会ったことないかもしれないです。雪解け水を飲みに来たのに寒くて全然溶けないんです。このままだと枯れてしまいます。雪解け水、そんな冷たい水飲みたかったのかな。樹氷の森8階、そんなところにいるんですね。では次受けます。次はホエルコからの依頼です。ホエルコ、まあイメージなんですけど、お海系にいたのかなとは思うのですが、なんかあのマンタタマンタは見たことあるけど、ホエルコがそこにいたかが覚えてないです。もしかしたらいたのかもしれないんですけど、私がゲットできてるかがわからないポケモンになりますね。はい、大いなる峡谷にいるの。ちょっと海を離れたら変なところに出ちゃった。どう帰り道がわからない。どう、これは迷子になってる感じですね。海出て峡谷まで来ちゃったらしい。これは助けてあげないとかわいそうな感じになってる。では最後タマンタからの依頼です。タマンタは持ってた気がしますね。吠えること同じ感じで海ではないかもしれないっていうことがなんとなく分かりました。どこにいるんでしょう。あ、1個足りない。何を間違えてるんだろう。つけた。 5CCN5 が抜けました。はい、タマンタ、あ、群青の洞窟ですね。海に帰りたいよ、誰か迎えに来て。迷い込んじゃった感じなのかな。洞窟って海とつながってたりすることありますもんね。そんなイメージかもしれないです。はい、でもこれで4つ受け終わったので、全て救助に向かってみたいと思います。はい、戻ってきました。なんかすごいことになってる。群青の洞窟6個もあります。まだ持ってないポケモン、ズバッとゴルバット、イルミーゼ、これ仲間になると嬉しいし、強敵の夜の族、色違い出てくれると嬉しいです。では、道具とかお金準備をしていきたいと思います。群青の洞窟ストーリー中に来て、あとその後何回か来ただけですね。キノココが最初から一緒に来ます。では、ピカチュウでいいか。とりあえず周りに任せます。見通せると楽ですね。あ、仲間になりたい。とりあえず進んで救助できるところまで向かおうと思います。もう色違い来た。ちょっと待って、勧誘玉を使う。え、これは仲間になりたい。あ、一
回、一発、また来よう。いい色でしたよね。もうせっかく来てたのに。いました、ここだ。ちょっとなんかいろいろ拾いすぎました。とりあえずたまった救助に向かいます。はい、でまだ残ってるので全部終わってから出ようと思います。まだ残ってるよ。6個もありますからね今回。いました、ムーマ発見。あ、こっちもリザードしかいけないんだ。とりあえずこれで群青の洞窟2体目の依頼、特別な依頼のムーマですね、発見しました。誰を驚かせようとしてたのかはちょっとわからないんですけど、いただきます。で終わり。いや今回は良かったですよ。ズバッとゴルバットも仲間になってくれたし、イルミーゼも来てくれたので、残ってたまだ友達になっていないポケモン系だいぶ増えました。そしてイルミーゼ、ちょうどいなかったポケモンが来てくれたのでめちゃくちゃ嬉しい。多分これであと夜の族ですね。いや色違いは出てくれたんですけどね、なかなか難しい。勧誘玉1個使ったのですが一撃でダメでした。はい、でどこまでランクが上がるところまで近づけるのかを見ましょう。まずは200、結構上がりましたね。そしてライチュウ、人気のリボン持ってきました。これ175なんだ、結構高かった。125とかかなって思ってたんですけど違いましたね。でこのロゼリアは普通に依頼を受けてた子です。75、少な、こういうのもあるんですよね。そして今回の特別な依頼のムーマ175もらいます。あ、4分の1になりそう。来たー、あ、持ってたみたい。狭いところが好き持ちだって。はい、そしてこれも特別な依頼のタマンタです。175もらいます。ちょうど4分の1かな。タマンタはいなかった、嬉しい。また増えましたね。最近かなりの勢いで増えてくれてるのが嬉しいです。そしてパラスは75、普通に受けたやつは D ランクとかだったんでやっぱりもらえるのは少ないめです。では、残りの2箇所かな行ってみたいと思います。次の朝、よし、じゃあ準備して行ってきます。はい、次は樹氷の森、ここに行きましょう。パッチールもまだ仲間になっていません。他、大立ち、コドラ、あ、雪わらし、そのあたりも取れると嬉しいですね。では準備して行ってきます。あ、ロセリア見つけた。近くにいた印象ですね。もう一個残ってる、まだ残ってる。これをこなしてから戻ります。さあどれくらいまでランクが上がるか楽しみです。最初が3305、結構溜まってきてる気はするんですけどね。はい、まずは雪わらし、いなかったのを仲間になってくれました。いや増えていってる感じがわかります。チート思ってるのか、ごめんね。まずはロゼリア、これで仲間になってくれました。いなかった、嬉しい。空に困らず持ち。そして過去の実をお届けした闇カラス75、プチ復活の種もらえるのは嬉しいですね。ちょうどねまた少なくなり始めてきた頃です。75、これも別に75なんだな、もうちょっと欲しいんだけど。剣士、
ケイシーが一番遠かったですね。175。10回以上だと100超えるのかな。なんか今回そんな感じでした。ではもう一箇所行ってきましょう。ホエルコのとこですね。はい、また増えて5個になりました。ステボースもまだ仲間になってないのと、あとはドードーとポポッコですね。ここあと2つプラス強敵なんですね。キルリアと一緒に行ってきます。ホエルコ、これが特別な依頼のホエルコです。あ、終わりました。はい、大いなる強化クリア。もらったのが虹色グミ1つ。箱が落ちなかったです。はい、みんなのやつを終わられたのは嬉しいんですが、足りないですねきっとこれをもらってもあんまり変わらない気がします。残りちょっとまではいけたのは嬉しいですけどね。160もらいました。そしていなかった気がするんですよね。あ、やっぱりいなかった、嬉しい。なんでちょっと海から出ちゃったのかは気になりますけど、ホエルコゲットできました。止まるからのお礼が160。これは結構多かったかも。はい、これでどこら辺まで進んだのかは確認します。3300から始まって、残りが、あ、出ない、残りが、あ、すごい、半分いけましたね。1515になりましたので、次回これは次のランクに上がれそうな気がします。ということで今回は特別な依頼を4つ受けてみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!